オーストリア西部鉄道は、オーストリア帝国の鉄道会社名であり、現在においては、オーストリア連邦鉄道の鉄道線の名称である。ウィーンとリンツを結ぶ皇后、エリーザベト鉄道提出特任会社を前身とし、ザルツブルクとパッサウェ1860年と1861年に、延伸され、1882年に国有化された。第一次大戦以後、 セルアムゼからザルツブルク経由で、ベルグルワット RGL へ行くギーゼラ線、空ュ主体ミンスブルクを結ぶ北チロル鉄道、アールベルク鉄道の3つは、オーストリア西部鉄道の一部として組み込まれた。起点駅である、ウィーン西駅は、第二次世界大戦の戦災で破損し、1952年に、路線の電化と同時に再建された。現在、ドイツの高速鉄道アイスが、 オーストリア西部鉄道を通してウィーンまで伸びており、最高速度時速 200km で運転している。部分的に路線の改良が進められており、将来的に時速 200km を超える運転も可能となる予定である。ウィーン西駅を出発する五条用列車西部鉄道の在来線は、ほとんどの場合、S バーン列車及び、普通列車、快速列車、 貨物列車の通行目的で使用されている。この路線は、ウィーン西駅から始まって、まず、ウィーンの森を通過する。西エポエルテン市内を貫通する区間は現在、バグラム分岐点からロール分岐点まで高速線と線路を共有する。西エポエルテン市の貨物回線は、グス路線1号と分類されている。列車は、 ロール分岐点を過ぎて、アルプス山脈のふもとを通過する。ポエヒラーン駅では、エアラウフ谷線が、アムシュテッテン駅で、クラインライフリング方面のルドルフ線が、セーファーレンティン駅では、ルードルフ鉄道及び、トナウカ半線が、それぞれ分岐する。列車は続いて、エンスを経由して、リンツに向かう。リンツ中央駅では、ズンメラウ鉄道及びピュールン線が、 西武鉄道に接続する。リンツ地方線は、ピュールン線分岐点の西側でこの路線を離れて、エフェルディング方面に通じる。リンツの異性には、西武鉄道は、北西側から流れるドナウ川と分かれて、列車は、曲線で南西側へ曲がって、ベルスへ向かう。ベルス中央駅には、ベルスパッサウ線とアルム国線が分岐する。列車が続いて走行し、 あとナングプフ,フハイム駅に到着する。そこで、ザルツカンマーグト線は、シュタイナフハイルディング方面と、リートイムインクライス方面にこの路線と接続する。列車は続いて、シュトラースバルヒエンに向かい、その駅では、ブラウナウアムイン方面のマッティヒタニ線が分岐する。列車が、終点のザルツブルク中央駅に到着する寸前に、ザルツブルクチロール線がこの路線と合流して、 終点では、ローゼンハイムザルツブルク線が、ドイツの方面にこの路線を継承する。トゥルナーフェルト駅からウィーンへ向かうエストバーン所属の、特急電車ウィーン・トゥルナーフェルト・セーポエルテン区間の、高速線は、ヨーロッパ横断鉄道網のプロジェクト17号に、属する。ウィーン中央駅、セーポエルテン中央駅区間の、運行時間は、無停車の場合、41分から28分に、 短縮された。列車の高速走行はヨーロッパ列車制御システムのレベル2で対応されている。高速線はウィーンマイドリング駅から始まってすぐにラインツトンネルへ続く。トンネルの中にあるハーデルスドルフ分岐点ではヒュッテルドルフから分岐する連結線が高速線と合流する。ハーデルスドルフ分岐点からウィーンの森トンネルが続いて列車は 時速2 5 0トルの速力で走行できる。列車はトゥルナーフェルトにある西側の出口まで約1 3トル走行して地上区間に入る。この地域ではトゥルナーフェルト線の移設のためトゥルナーフェルト駅が生成された。またトゥルン方面の連結線で高速線はフランツヨーゼフ鉄道とつながっている。列車は6つのトンネルを通過して あとの三つのトンネルは、ペルシュリング連鎖トンネルと呼ばれる。高速線は、バグラム分岐点で、在来線と合流して、聖ポエルテン中央駅まで続く。列車は、聖ポエルテン中央駅を出発して、曲線部分を経て、アイスベルク防源トンネルに侵入する。高速線と在来線は合わせて三線,線を複線を、構成して、ピンツェルスドルフロール分岐点区間は、 在来線と共通区間である。そこで、貨物海線は在来線と合流し、高速線は在来線と合わせて、複々線となる。高速線の列車は、間もなく、グリュントンネルへ進入するが、一方在来線の列車は、北西側へ走行し、ロースドルフ駅へ向かう。ロースドルフ北西部では高速線は在来線に、数メートルの長さで接近するが、 緩やかな曲線でバッハベルクトンネルへ通じる。メルクトンネルから出る列車は、メルク川鉄道橋を渡って、在来線と平行に曲がって走行する。両線路は、ポエヒラーン駅を経て、在来線の分かれる地点まで、平行に伸びる。高速線の列車は、緩やかな曲線で左に曲がり、約5キロメートル長さの10点ベルクトンネルを通過する。 トンネルの西側で入り口から高速線は在来線と再び平行に伸びて、イプスアンデアドナウ駅に至る。高速線は、イプス駅からまず在来線と平行するが、列車は、フベルテンドルフ・ブリンデンマルク特間で、ブルクスタールトンネルを通じて、在来線と西部アウトバーンの下を通過する。アムシュテッテ駅から高速線は、在来線と合わせて、複々線で、 特急列車は線形列車制御装置で時速 200km まで加速することができる。聖ペーター在天手鉄点から高速線は在来線と分かれて聖ペータートンネルへ通じる。両線路は西予販売シュトラッハ駅の前後の数百メートル区間で並行して在来線はハーク方面に高速線は北側へ向かう。列車は北西側に向かい 約6 5トル長さのジーベルクトンネルを通過する。トンネルの北側で入り口で、両線路は互いに接近して、共に聖バーレンティン駅に至る。その後高速線はエンスの町を迂回し、最高速度は時速2 3 0トルで設定されている。アステンで高速線は在来線と再び平行に伸びて、 復々線の終了点であるリンツクラインミュンヘンに至る。オーストリア帝国時代に西部鉄道はオーストリア南部鉄道やフェルディナント皇帝北部鉄道よりあまりに重要な路線ではなかった。前者はアードリア海の港へ、後者はボヘミア及びモラビアの丹田に通じていた。それに比べて西部鉄道はザルツブルク及びバイエルンと結ばれ、経路は ドナウ川の水運と平行であった。従ってこの路線の建設工事は南部鉄道と北部鉄道の開通以後にようやく始まった。1851年6月21日にバイエルンとオーストリアの間に締結された条約によりウィーンズ・アルツブルク区間の建設が確定された。ブルック・アンデ・アムレケーユの路線は高い費用のため実現不可と判明された。 実業家であったヘルマン・リントハイムは総監督であったカイスラーにウィーン・リンツ・ザルツブルク区間の鉄道建設計画を委託して1854年10月その県で予備不設免許を獲得したリントハイムは資金調達のために実業家であったメルクと共にコンソーシアムを設立してそのコンソーシアムには1856年6月22日株式会社の 形が整えられた。1856年3月8日、帝国政府は、エリザベート皇后鉄道に付設許可を与えて、90年間の、有効期間5、5%の利子率、固定資産の返済は許可書に明示された。1856年4月21日、バイエルンと、オーストリア間の2番目の条約は、両国の互いに条約を批准した日から5年以内に、 鉄道を開通する義務条項を含めて締結された。1858年12月15日を因、リンツ区間が開通された。1859年に建設工事は活動的に実行されて、同年9月1日にリンツランバ乱馬区間が開業されて、その区間は既存の第一鉄道会社の区間とほとんど一致した。 1860年2月1日にランバッハ・フランケンマルクト区間が貨物輸送向けに開通されて1ヶ月後旅客列車もその区間に通行した。最後にフランケンマルクとザルツブルク区間は同年8月1日に開業された。1860年8月12日公式開通行事がザルツブルクで行われて フランツ・ヨーゼフ1世とマクシミリアン2世はその縁に参拝した。エリザベート皇后は故郷を訪問するために、開通の数週前に、すでに列車を利用した。1870年代には、聖バレンティンベルスク間に2番目の線路が設置された。1884年西部鉄道は、他のエリザベート皇后鉄道路線と共に、王立オーストリア国鉄に引き受けられ、 国営路線となった。1898年から1902年まで、ベルス・ザルツブルク区間の複線化は段階的に進行された。第一次世界大戦の終戦後、西部鉄道の電化はザルツブルク駅から進行され、1941年10月にザルツブルク・アトナングプフハイム区間に電気運転が実現された。第二次世界大戦の終戦後、 この路線は1951年までアムシュテッテンまで電化された。ソビエト連邦占領地であったアムシュテッテン、ウィーン区間の再開業とともに1952年12月19日、この路線の電気運転は実現できた。ドイツ帝国鉄道が西部鉄道を管轄した時期には多数の改修が行われた。フッテン地域とエーデルバ旧駅で線が構築され、 ベルスで新しい創車場が設備された。ベルスで第二の創車場建設も計画されたが、終戦後出来事の成り行きで実行されなかった。リンツ東創車場は、ヘルマン・ゴエリング工場の建設により拡張された。1983年に、カール・ラウゼッカー交通大臣は、西武鉄道の細部改修計画を発表した。 改修期間は1987年から1992年までと決まってザルツブルク・アトナングプフハイム区間の新線建設が予定されていた。最高速度は時速 250km と設定された。2001年に列車の走行速度はプリンツァースドルフ・グロース・ジェネリング区間で時速 200km に上昇した。 聖ポエルテン中央駅の改築工事の間に2つのアイスベルクボーゲントンネルが建設され、2010年開通された。2014年12月イプスアムシュテテン区間に複々線の工事は高速線工事を含めて完了した。その複々線工事の間にノイマルクとカールスバッハ駅とブリンデンマルクと駅の乗降場は共に55センチメートルの高さで改築された。 2016年7月から9月まで、ラカビンケルノイレングバッハ区間は、改修作業のため完全に封鎖された。2017年12月に、聖ポエルテン貨物線が、バグラム分岐点ロール分岐点区間で開通された。2018年4月まで10本の線路が、リンツ中央駅の東側で整えられて、高速線と在来線の連結工事が行われた。 高速線は1990年代から線路容量の増大の目的で建設され、1994年、ジッテンベルクトンネルが最初の高速線区間として開通された。1995年ラムバッハウ回路であるカルバリイントンネルの開通が、1997年、ロエマーベルクトンネルの開通が続いた。 2000年製エポエルテンプリンツアースドルフ区間が3つの線路で改修されて、グロースジーネリングポエヒラルン区間の新線は最高速度実速 200km で開通された。翌年には製ペーター在シュテッテン区間の新線及び製ペータートンネル、ジーベルクトンネルが完成されて、2003年高速線路がアムシュテッテン製ペーター在シュテッテン区間で、 在来線の側に建設された。それで、アムシュテッテン聖バレンティン区間では、時速 200km の高速走行が可能となった。2007年に、エンス区間の新線が完工された。2012年12月9日に、西武鉄道は、時速 230km で走行できる区間である、ウィーン・ハーダースドルフ聖ポエルテ新線区間の開業で、新しい転機を迎えた。 同時に、列車の最高速度は、イバレンティン、リンツクラインミューン区間で、時速200キロメートルから時速230キロメートルに、上昇した。ウィーン聖エポエルテン区間の新線は、ウィーンの森区間で曲線の多い、山岳鉄道と同じような在来線を補強することとなった。2013年復活祭の時点で、イプスアムシュテッテン区間の新線一部と、 ブルクシュタルトンネルが開通された。2014年12月に、福々線の改修工事はその区間で完了した。アイスは、ドイツ鉄道の高速列車で、ウィーンからニュルンベルクを経由して、ドイツ各地を結ぶ。ウィーンベルス間で、オーストリア西部鉄道を通り、線来の途中停車駅はリンツのみだが、アムシュテッテンにも停車する列車もある。 二時間ヘッドのパターンダイヤとなっている。2014年以前は、ウィーン西駅発着で、2015年は、ウィーン本駅経由、ウィーン空港発着であった。2015年12月より、ウィーン本駅発着に短縮された。2019年以前は、全列車、アムシュテッテンを通過していた。オーストリア鉄道の高速列車で、 原則ウィーン・ザルツブルク間同士の運転である。シュートのみに停車する速達型のレールジェットエクスプレスとグントクラスの主要駅にも停車するレールジェットがある。下記4系統がそれぞれ2時間間隔での運行で合計で毎時2本のパターンダイヤとなっている。下記3系統が運行している。ベストバーン車が運行する列車。なお、 種別と運賃体系が異なりオーストリア連邦鉄道の切符ででは乗車できない夏季の系統が1日1往復運行している。カールマン・イムレ号を名乗っている。2017年以前は、後述のナイトジェットも本種別で運行しており、本数が多かった。下記の系統が1日1往復ずつ運行している。現在は全列車が、 ウィーン本駅発着だが、2015年以前は、ウィーン西駅発着であった。2016年末に、ナイトジェットのブランド名が付けられたが、2017年度は、まだ、ユーロナイトの種別で、ナイトジェットの愛称名で運行していた。ウィーン近郊で運行される、快速列車。全線で運行される、快速列車。全線通しの列車はなく、運転系統が、 下記の通り分かれている。全線で運行される中距離普通列車。全線通しの列車はなく、運転系統が下記の通り分かれている。以下では、オーストリア西部鉄道の駅と営業帰路、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。2013年末に休止。2020年以前の駅名は、ノイマルクとケステンドルフ。なお、 ケステンドルフの玄関駅は、ケステンドルフベング駅でなく、ノイマルクト駅の方である。2020年以前の駅名は、ベング。ありがとうございます。